年度撮影、大谷鉱山、跡地周辺の約350メートル四方を写した航空写真、画像上部の屋根がオレンジ色の建物は先行上。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成大谷鉱山は、宮城県気仙沼市の旧元吉町、大谷地区にある、すでに廃校となった金の鉱山である。 周辺地域における金の産出は、前9年の約以前まで遡り、平泉の黄金文化を支えたと伝えられている。1905年の敷屈工区設定から手掘りで線行での開発が続けられた大谷鉱山は、1928年に最初の削岩機が導入され、また1934年には、月間鉱石処理能力3000トンの、 浮遊船工場も完成して、最盛期の1938年には、従業員1303人、行動総延長 55km、年間産金量1トン余りを記録した。第二次世界大戦中の金山整備令によって1943年に、旧山となったが、戦後の1950年に創業を再開して、1951年以降は、 年間産金量400から 450kg で推移したものの埋蔵工量が枯渇したため1976年に閉山した。鉱山の経営は1929年から日本工業株式会社が行っており、1962年に日本工業株式会社から分離して設立された大谷鉱山株式会社へ引き継がれている。 平山後の鉱山跡地には、東京理科機械株式会社の宮城工場が建設され、また2005年4月1日には、元吉郡元吉町が、元吉町、大谷鉱山歴史資料館を設置している。2011年3月11日に発生した、東北地方太平洋沖地震により、ヒ素を含んだ鉱災が置かれていた、堆積場が液状化して、土砂崩れが起きた。 崩れた交際は赤牛川沿いに想像してきた津波に飲み込まれ、約4万立方メートルが引き潮の際に下流の田畑や住宅地約5ヘクタールに広がり、さらに赤牛漁港に至った。ヒ素による健康被害を防ぐため一部の住民が避難した。交際 1kg あたりヒ素は約 200mg 含まれるとされ、2011年3月末に、 市内6カ所の井戸や沢で水質検査を行ったところ3カ所で基準を上回るヒ素が検出されたが水の流れから考えて気仙沼市は今回の土砂崩れとの関係を否定しているこの事件は鉱山保安法に基づき経済産業省関東東北産業保安監督部東北支部に報告されたありがとうございます